はい。皆さん、こんにちは。チョウです。今日はですね、ビットコイン、そしてイーサリアムが史上最高高値を更新しました。ビットコインは7万ドル、そしてイーサリアムはなんと4000ドルをですね、超えてきたというような、まあ、今状況となっていますで。今のこのタイミングではちょっとですね、まあ、調整というか少し戻してはいる一方で、引き続きですね、非常にマーケットにはいい循環がまだまだ残っているんじゃないかなというふうに思っています。で今、ヒートマップを見ている限りは、まあ、少しですね、赤のところも目立つ一方で、 まだまだですね、勢いはこれからも市場全体として続いていくんではないかなというふうには思っていますし、今日後ほどご紹介していくニュースに関しても非常にポジティブなものが多いかなと思います。特にビットコイン関連のものもそうですし、まあ、あとはイーサリアム、そしてソラナに関連した非常に面白い記事も皆さんにですね、ご紹介をしていきたいかなと思っています。まあ、あとはですね、ブラックロックが非常にビットコインの ETF 関連で面白い動きを出してきました。これは今後で,ですね、継続的な え、さらなる大きなビットコインへの買いにつながってくるんじゃないかなと思いますので、え、ぜひですね、こちらの方も見ていただけると嬉しいです。まあ、あとは、え、こういった皆さんにご紹介をする毎日のニュースに関しては、え、こちらの上の QR コードや下の、え、概要欄の方にもありますけれども、えっと、テレグラムの方でですね、え、毎日毎日動画以外にもいろいろと発信をさせていただいてますので、え、いろんなですね、細かい情報だったりとか、ま、あとは、 え、非常に面白い。ここではカバーできなかったりとか、そこなんかに関しても、テレグラム、グループの方で解説をしておりますので、ぜひそちらの方も登録よろしくお願いいたします。ま、あとはですね、残り10名ぐらいになったんですけれども、まだバービットの講座を使ってないよという方については、以下の概要欄のリンクの方から講座解説していただいて、 100ドルですね、入金していただくだけで、500ドル分の先物のポジションを無料でプレゼントするという企画もやってますし、まだビットコインの、すいません、バイビットの講座持ってないよという方については、以下の概要欄の方から講座解説で、入金額によるて最大450万円の取引ボーナスをもらえるキャンペーンも随時やってますので、ぜひこちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。はい。で、ここからですね、ちょっと皆さんと一緒にニュースをチェックしていきたい方だと思うんですが、今日はですね、まずこちらの方から見ていきましょう。あ,あ、すいません。あと後ほど、 今日はアメリカの方で雇用統計もあったので、それについても触れさせていただこうかなと思っております。はい。で、まずですね、イーサリアムのプライスが4000ドルを超えてきましたと。で、後ほどさっき申し上げました通り、ビットコンについても7万ドルを超えてきたということで、かなりですね、これの、えーまあ、数値感、レベル感というのが、まあ、勢いを表してるんじゃないかなと思いますし、まあとはですね、ちょっと後ほどいろんな細かいデータも見ていきたいと思うんですが、こういった高値を更新している一方で、そこで大きくドーンと あの、本当に少し恐怖を伴うような動きが見られるということもなく、継続した非常に安定した相場がついているというのは、マーケットが非常に安心感をですね、持って、まだまだこれからだよねというふうに思っているというような証拠でもあるんではないかなというふうに思っております。はい。あとはですね、こちらにもあります通り、ブラックロックに続いてフィデリティのですね、ビットコインの ETF がですね、またデイリーのインフロー、いわゆる資金の流入で、 最高額を記録したというようなニュースが出てきました。単体で473ミリオンということで、大体日本で700億を超えるような金額がもう1日でですね、入ってきていると。で、ね、これすごくやっぱり勢いが、あの、増しているなと感じるのが、ビットコインの市場最高高値を更新する間際でもこれだけ資源が入ってきているというのは、まあすごくマーケットで注目を集めているというところに加えて、これブラックロックもフィデリティもそうだと思うんですけれども、やっぱりですね、 セールスの人たちがある程度このビットコインとかクリプトをですね、お客さんに対して売るということにある程度慣れてきて、これがですね、徐々に浸透していき、そして実際にお客さんがビットコインの ETF を買うというようなところまで行き着いていると思うので、これはですね、もっともっと大きくどーっと増えていくかわかりませんが、安定した増加傾向がですね、しばらくは続いていくんではないかなというふうに僕は思っています。はい。まあとはですね、 こちらにもあります通り、今全体のビットコイン総発行枚数の全体の4%がですね、なんとも ETF によって保有をされているというような状況になっています。まあ、いかにこのマーケットで ETF がすごく重要な役割を果たしているかということですよね。承認されて、わずかまだ2月ぐらいかな ?2 月いってないぐらいだと思うんですけれども、今のこのような状況になっていることで、さらなる資金の流入が期待できるというところに加えて、 次はですね、イーサレムの ETF というところが注目期待されているわけなので、同じようにですね、資金が大量に入ってくるんじゃないか、そういった期待からもイーサレムはですね、引き続き上昇しやすい市場環境に今あるんではないかなというふうには思いますで。一応3月の13日、来週ですね。 え、レンクのアップデートがありますので、それに向けてまだ引き続き上昇していくと思いますし、え、イーサリアムのスポット ETF の承認5月なんじゃないかというふうに期待があるので、まあ、それに向けても引き続き上昇が続くんではないかなというふうに思います。はい。まあ、あとはですね、え、グレースケールとコインベースが今現在ですね、SEC とビッ、え、ストップ、え、イーサリアムの ETF について話をしているというような話がまた改めて出てきました。えー、先日もですね、あの、この預けられたイーサを ステーキングするのかしないのかとかもしくはするならどれだけするのか半分なのか、まあ、全部なのかとか、まあ、いろんな議論があったと思うんですけれども、えー、こういったまあ意見だったりとか今い,いろんな詳細をですね、まあ、詰めているというようなまあ状況になってきているのかなというふうに思いますこれはビットコインのスポット ETF が協議されていたタイミングでも同じようなことが起こっていましたけれども、まあ、非常に前向きな形でまたイーサレムのスポット ETF がですね検討されているというようなことだと思いますのでまた え、承認への角度というところが今、また高まっているんじゃないかなというふうに思いますので、引き続き上昇を期待できるのかなというふうに個人的には思っております。はい。まあ、あとはですね、ブラックロックがこれすごく大きなニュースで、テレグラムの方でも早速皆さんにですね、はい、タイミングをご紹介させていただいたんですが、ブラックロックが持っている株や債券とかですね、いろんなアセットクラスに対して投資をするようなファンドが、常にですね、ブラックロックの、まあ、あと他の アセットマネジメント会社も出しているビットコインのスポット ETF をですね、運用資産の中に組み入れるということを今回今検討中ということです。で、これおそらくもう今後含まれると思うんですけれども、当然のことながら、これブラックロックだけではなくて、他の資産運用会社についても同じような動きを今後出してくると思うんですね。で、これブラックロック単体で見てみても約18ビリオンのこのファンドサイズがあって、たった1%含めるだけでも、 え、なんと180ミリオンの資金が、ま、流入すると。で、もっともっと大きい、え、資産もっともっとというか、ま、もう少し大きな割合を入れる可能性が、ま、高いんじゃないかなと思うんですが、ま、本当に他にも多くのですね、ファンドが、ま、こういった同じような、え、取り組みを今後してくるとすれば、ま、本当にかなりビリオン単位の資金が、え、こういったファンドからも入ると思いますし、ま、今後、おそらく、年金でもうビットコインを運用できるようにもなっているので、ま、そういった流れからも、より、え、多くの資金が、 ビットコイン、イスタレムに流れ込んでくるんじゃないかなと思いますので、今年より一層ですね、仮想通貨に関しては期待ができるんではないかなというふうに思います。はい。まあ、あとはですね、クリプトのいわゆる中央集権的な取引所バイビットだったりとかバイナンスでの取引ボリュームがなんと1日で100ビリオンを超えるというような状況に今また戻ってきています。これ2021年のタイミング以来の状況ということで、かなりまた急速に取引ボリュームが戻っていると。 で、1日あたりというところも一つですね、急速に伸びているポイントでは、まあ、こんな感じですね、あるんですけれども、1ヶ月単位という形で見ると、この今一番右の、ちょっとですね、あの低いバーチャートに関しては、今の3月なので、これはちょっと覗いてみていただきたいんですが、えー、昨年の11月、12月、えー、1月、2月とですね、どん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 急速に伸びてきているわけなんですが、もう3ヶ月連続で、なんと1トリリオンかなの取引ボリュームが、 今出てると。で、この今3月に関してはまだ、えっ、ー、と、今この見てる時点で、おそらく9日ですね、まだ3分の1しか経っていないんですが、もうすでに500ビリオンを超えていて、もうですね、市場最高高値を今月もさらに更新をしていくだろうということなので、かなりですね、また面白いような状況に、 なってきていると思います。で、このプラスな状況っていうのは、もちろんですね、ETF が承認されるというような、まあ噂からのですね、ブワーって伸びているわけなんですけれども、まあ実際に承認されてからもしっかりと伸びてきていて、かつ価格も大きく上昇している。これは日本でも大きく注目を集めていると思うんですが、まあ日本だけではなくて、世界中で、そして特にアメリカを中心に資金の流入が続いていると。で、おそらくですね、皆さんもビットコインまだ 取引したことはないけれども、興味あるとかいう方もいらっしゃると思うんですけれども、日本の取引所でもですね、え、講座っていうのは開けられますと。で、ビットコイン買ったり、イーサリアム買うだけであれば、まあ、全然問題ないと思うんですけれども、まあ、やっぱり世の中ではですね、本当にたくさんのいろんなトークンが日々出てきているので、まあ、もっとアップサイド狙いたいなとか、もっといろんなトークンを取引したいなと思う方は、まあ、やっぱり日本の取引所だけでは、ま、全然十分ではないというか、もう質無用をするというレベルでは、ま、ちょっと使えないかなというふうに正直僕は思っていますと。なので、 まあ一応そういった、え資産運用として仮想通貨を取り込んで取り組んでいきたいなという方は、まあ外覧の方からですね、え取引所を見ていただいて、まあここはいいかなと。まあ僕はビットゲットと、すいません、えマイビットとビットゲットとズーム X で使ってるんですが、まあこういった少し分散をさせて、取引所を使っていくことによって、えどこかがダメになった時でも、まあ使えるように、常に口座解説をして維持しておいて、で、かつボーナスも使って、 えー、ポジションを取っていくということがですね。まあ、あの、いいんじゃないかなというふうに僕は思っています。はい。で、ここからですね、ちょっとデータいくつか見ていきましょう。で、まずはですね、ファンディングレートを見ていきたいと思います。で、ファンディングレートと何かというと、先物のマーケットでロング、もしくはショートする際に、えー、かかるですね、コストのことを言いますと。例えば、ファンディングレートがポジティブな場合、まあ、プラスな場合とマイナスの場合があるんですけれども、ポジティブな場合はロングをするとコストがかかる。ネガティブな場合はショートをすると コストがかかる。で、その逆をすると、逆にお金が、まあ、もらえるという状況になるんですね。なので、ファンディングレートがポジティブな場合、えー、ショートするとお金がもらえて、ファンディングネガってファンディングレートがネガティブな場合にロングをするとお金がもらえるというような状況なんですけれども、今ですね、えー、この、ここ最近はやっぱりマーケット全体がすごく加熱していることもあってファンディングレ、ファンディングレートがポジティブになってます。で、ファンディングレートがポジティブになる状況というのはどういうタイミングかというと、先物の,の価格が、えー、ビットコインの、まあ、例えば、 えっと、現物の価格と、ま、すごく大きく乖離すると、すごいプラスのファンディングレートになるというような、ま、状況になっているわけなんですが、今ですね、ちょっと過熱感が収まってきているかなと思いまして、いくつか非常にまだまだファンディングレートが過熱しているプラスないくつか銘柄があるんですけども、これはどういう銘柄かっていうと、例えばですね、ペペですとか、ドージーですとか、いわゆるミームトークンなんですね。今すごくミームが流行っていて、 メジャーなビットコインとかイーサーっていうところにもちろん資金は集まっているんですが、それよりも今、ミームの方にたくさん資金が集まっている。実際に僕の周りのプロジェクトをやっていたりとか、ファンド運用をやっていたりとか、そういった人たちも常にですね、そういう人たちだけでグループを今僕テレグラムで作っていろんな情報交換しているんですけれども、もう彼らもですね、毎日どんなミームトークンがいいのかみたいな話をですね、もう連日話しているんですね。なのでやっぱり今は、 やっぱり大きな銘柄、大手の銘柄よりもそういった銘柄を早く取引して、上がったらまっすぐ売るみたいな感じをやっていたりとか、まぁあとは今後長期的に上昇してくるだろう、ミームトークンを早いタイミングで見つけて、ベッドして、まあ大きくリターンを狙おうみたいな、そんなことをですね、やってる人たちが非常に多くいるというのが、まあこういったファンディング例とかでも見られるんじゃないかなというふうには思います。で、今ですね、すごいミームトークンをめぐる、まあ一つ大きな トレンドがあって、それはちょっと次の動画でですね、皆さんにご紹介をしたいと思いますので、ぜひそちらの動画も見ていただけると嬉しいなというふうに思っています。はい。で、こ,こからですね、ちょっとマクロの関連ニュース皆さんと一緒に見ていきましょう。今日すごく重要だったのが、アメリカのですね、雇用統計になっていますと。で、失業率に関しては2年ぶりの高水準ということではあるんですが、まあ一応ですね、えっ、ー、と、今の失業率についてはこちらにもあります通り、3.9%ですね。まだ低いんですけれども、 3.7%が市場予想だったということもあって、まあ、少しジャンプしたような形になっています。で、一方で雇用者数の増加については、市場予想が20万人の予想だったに対して、27万人の増加となりました。で、ちょっとですね、予想よりも高いなという印象はある一方で、2ヶ月連続でこの速報値がですね、まあ、改定されて、すごく下がっているんですね。実際に前月の え、まあタイミングで発表された総工地に関しても非常に大きく過方修正をされていて、なんと35万人のプラスですというふうに発表されたものが、なんとですね、22万人のプラスということで、なんと13万人ぐらいもですね、あの、大幅にえ報告されていたということで、まあかなりですね、この今出てきている数値というところも、まああまりいい数値ではないというか、まあ今後大きく過方修正される可能性もあるので、まあちょっと信頼性落ちてきてるかなというふうに個人的には思ってますと。 あとはですね、今日すごくやっぱり重要なポイントとして、平均の時給ですね。これがどういった状況かというと、市場予想が0.2%の増加だったにも関わらず、0.1%の増加にとどまりました。そして、前月は0.5%の増加だったので、かなりまあ急速に、えー、まあ冷え込んでいるというような、まあ、状況には見えますよね。まあこういったこともあって、物価上昇率の減速というところに大きく寄与するんじゃないか。そして、 今ですね。こういった時給の減速というところはですね、少しマーケットでは経済の少し鈍化というところにさらに繋がっていきやすいんじゃないかということも言われていたりもするので、一つ少し警戒感というところが若干高まっているかなと思いますし、より利下げの早まり、早いタイミングでの利下げというところが今期待をまたされ始めているのかなというふうには思います。はい。まあこういった雇用統計の2ヶ月連続のしかも大幅な え、過方修正というところが今また出てきているので、まあ、若干ちょっとマーケットは少し景気が鈍化しているというところに今不安を覚えている人も一定程度いるのかなと思います。はい。まあこのあたりについては何の銘柄を持っているかっていうところで感じ方もまた違うと思うんですけれども、やっぱり金利に敏感なセクターというところは金利が低下するによってまた上がっていったりとか、まあそういったまああの銘柄によっても動き方も違うので、 ええ、まあ、あの、見ておく必要があるかなと思います。まあ、あとは仮想通貨に関しては、ええー、その、米国経済自体がどうかっていうところも、やっぱり状況あの、すごく重要なんですけれども、まずはですね、金融政策がどちらの方向に行くかというところの方がすごく重要で、え、金利が下がっていけば、まあ、強気の相場になっていくだろうというふうに思っている方が非常に今多いので、え、金利低下イコール、え、ビットコイン、仮想通貨高みたいな、まあ、今引き続き、え、マーケット環境になっているんじゃないかなというふうに思います。 はい。で、今の数値を受けて、えー、利下げのですね、折り込み状況を見ていきたいと思うんですが、今、6月の利下げ折り込み状況が大体今8割ぐらいになってますね。昨日は7割ぐらいだったので、まあ、今日、1日で約10%弱ぐらいですかね、利下げの折り込みが進んでいるというような今状況になってきています。まあ、これはもう少し6月のタイミングまでは、まあ、時間があるので、 少し、えー、ま、いろいろと、いろんな仕様を見ての判断となるんですが、まあ、今のところですね、思った以上に、パウエル議長が、まあ、先日発表ありました通り、まあ、ちょっとタカ派的な、あ、すいません、ハト派的な発言、利下げに、まあ、少し前向きな発言というのをしたこともあって、え、6月での利下げの折り込みというのが、さらに急速に進みそうな、今、市場環境なんじゃないかなというふうに思ってます。はい。で、一応、チャートもですね、えー、見ていきましょう。えー、まずはこちらがビットコインのチャートになってます。 今現在は6万9000ドル近辺なんですが、つい先日記録しておりました、ビットコインの史上最高高値というところを引き続き更新して、まあ今日7万ドルというような数値が出ています。で、この数値の更新っていうのはまだまだ続いていくんじゃないかなというふうに僕は思っていて、やっぱりビットコインの ETF 関連のフローというのが止まらないですよね。で、プラスこれに加えて、今正直ビットコインに対してネガティブな要素っていうのが材料を出尽くし感ぐらいしか正直ないと。なので、 まだですね、半減期に向けて、この上昇相場が続いていく。そして半減期のタイミングで一回調整とかはあるかもしれませんが、まあそこはいい会話いになって、えー、年の後半に向けて、まだ上昇を続けるんじゃないかなというふうに僕は思っています。はい。まあ,あとはですね、イーサーについても、引き続き、連日ですね、上値を更新し続けていて、4000ドルを更新したと、まあ到達したというような状況に、まあしません。史上最高高値ではないですね。イーサーに関しては。なので、 まだまだ期待が高まりながら、市場最高高値に向かって、上昇し続けているというような、今、環境になっています。はい。あとは、我々がちょっと注目したいのは、実はですね、あの、あまり最近話題になることも減ってきたなというふうに個人的に感じているんですが、まあ、イーサに関しても、今日ですね、何気に150ドルまた奪還したというような感じになっているんですが、先ほどちょっと申し上げていた、一、まあ、つ注目したいポイントについては、このソラナに関連したものなので、 まあぜひですね、つ次の動画面白いので、えー、見ていただければと思っています。はい。まああとはですね、いろんなミームコインが毎日毎日出てきて、えー、注目をされて大きく上昇してみたいな感じになると、まあ、やっぱり自分も触ってみようかなとか、まあいろいろと考えたりもすると思うんですけれども、まあ、触るのは全然いいと思います。じゃあそれにどれぐらい資金を入れるかですね。で、ここ最近ですね、ミリオン、例えば1億以上の資金を、あの、このミームトークンで作った人とかっていうのも、 数百ドルの元手で,で作ってた、あの、まあ、そのお金を作れたっていう人もいたりもするので、まあ、無理に突っ込みすぎずに、えー、まあ、ある程度早いタイミングでまず入るというところを意識して、えー、見ておくといいのかなと思います。まあ、ちょっとこの1個か2個前の動画で、えー、まあ、少ない金額でもう数億円を設けたっていう人たちは、 え、いくつか、まあ、50個ぐらいかな、50個ぐらいのミームトークに対して、数百ドルずつばらまいて、まあ、それがですね、日本円で言うと5、6億円ぐらいになったみたいなストーリーがありましたが、まあ、これがもういいんだから、もうこれにお金を重点的に入れるとよりも、まあ、ある程度、まあ、ちょっとばらめきみたいな感じかもしれませんが、資産を分散してやっていくっていうのが、まあ、安全性の観点からもいいのかなというふうには思いますね。まあ、あとは、ミームがなかなか好きじゃないとか得意じゃないっていう人も僕みたいにいると思うので、 ま、無理に、あの、お金を入れる必要は正直ないのかなと思います。まあ、入れるとしても本当に、小さい金額入れておいて、もう見る必要もないぐらいの感じで、放置できるぐらいの金額にしておいた方がいいかなと思いますし、まあ、あとはですね、もう本当に仮想通貨はこれからまだまだ伸びる領域だと思います。で、仮想通貨の勉強したいなという方は、ま、ぜひですね、まあ、勉強になるかどうかっていうのはちょっと皆さんに判断いただきたいんですが、まあ、今後やっぱり仮想通貨のニュースもすごく重要なんですけれども、 さっき申し上げたような世界経済とか米国経済のようなニュースが今後さらに重要になってきます。これは今ブラックロックをはじめとしたアメリカの、そして世界の金融機関がこの領域に入ってきているということもあるので、まあ、彼らはそういった領域のニュースもよく見ますし、それらが非常に彼らの資金繰りにですね、大きな影響を与えるので、 え、ぜひ注目をして、え、行ってほしいというところと、まあ、僕はそこをしっかりとカバーをして、皆さんにお伝えをしていきたいなと思っていますので、え、ぜひ、そういったことも興味ある方は、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。